じゃんじゃん。どう？なんかすごい。今日はですね。2つ並ぶとね、キャディバッグもすごいこう特徴のある。なんとですね、日光物産さんのスタビリティシャフトとヘッドがですね、ギレット、アイアンとドライバー、もろもろギレットというヘッドの紹介をしていきたいと思います。はい、お願いします。ギレットの監修者の田中文夫プロを呼んでおりますので、よろしくお願いします。どうも。田中プロ、よろしくお願いします。はい、こちらこそ。はい、どうも。今回のこのアイアンとドライバーのヘッド、ギレットっていうのはどういうものなんですか？まあ打てばわかりますよ。こじんまりできてるクラブなんですけど、女性にも男性にも使えるということが一つの特徴でね。今流行りのいろんな大きなヘッドですけども、やっぱり小ぶりにしてすれば女性でも男性でも打てるというようなことで、結構今大きいヘッドが多いですけど、ギレットはちょっと小さめの450ですか、50にした。なるほど。PCM に何ページもはい入っておりますので、読んでいただければ。はい。パターにはシャフトがまたスタビリティシャフト。そうですね。スタビリティシャフトでいうことで今流行りのなんですけど、パターが左右にぶれないということで。それはいいですね。大事。それシャフトのやっぱり感が先の方がピンと効きますね。球の伸びもいいということでね。そういうことにしておいてクラブを作ったということです。なるほど。じゃあちょっとこのパターも今日は。はい。打ってみればわかります。はい、じゃあ早速ね、ラウンドしながら指導していきたいと思います。よろしくお願いします。今日はゆいちゃんと私は白レギュラーティーからで、ゆきりん、ゆきりんは赤ティーから、はい、オッケー、はい、100切りに近づくべく、はい、今日はいろいろお願いします。はい、いきます。私から打つか。はい。ちょっとね、シャフトとヘッドのね、差し直してもらったんですよ、ドライバー。確か短くなった。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。はい。お願いします。あ、大丈夫。危ないな、もう。めっちゃ変なとこ当たっちゃった。二人めっちゃ同じようなところ。こんなとこ当たった。耐えたね、今。危ねえ。何も考えずに打つ。お願いします。すごいとこ行っちゃった。飛んだね。おお、いいね。あれ。まあ進んだね。あ、私たちサングラスみんな一緒です。ね。アイボル。コメントにもあったよね。ゆいちゃんのサングラス何って。あの時は私がゆいちゃんに貸してたもう一個のアイボルのサングラスなんだけど、ゆいちゃんそれでアイボル。ハマって。買ったみたい。私はこれジュンさんがお誕生日プレゼントに、そう、私があげました。ゴルフの時に使ってます。でも下手な人はサングラスつけちゃダメっていうのがあるんで、ここにかけてます。ジュンちゃんこれ多分230ぐらいあるかも。ね、私はちょっと一回刻みます。いい音、すごいな本当に。だね。手前なんかあったからないか。あ、グリーンの手前にバンカー。オッケーです。まだだね。だった。ナイス。うん。久しぶりです。2ヶ月ぶりです。ゴルフ始めてどれぐらいなの？リンゴルのねやったのが2年前ですね。そう。でそっからゆるーく。やってます。そうね。まあゆるく楽しくが一番いいよね。そうだね。優しいな。怒る人いますから。嘘、そんなんでラウンドするなみたいな。ひどい。いいやんね。いいじゃん、エンジョイで。そうだよ。9番アイアンですね。ちょっとやだな。ふっって力入れてね。さあいけ。あ、ゆうちゃんが目つちしてくれた。これパーフォーマーの長くない？長い。ちょっと暑いすぎる。ちょい右でしたね。ちょい右でした。どっちだっけ？こっちか。うん。このパターを使います。おー、ゆいちゃん距離ぴったし。おー、入る。かすったんじゃない、当たった。惜しかったね。ね、結構重めなの。そうだよね。あ、パター？そう。センスグリップとスタビリティシャフトの。ね、このシャフトを取ってみたかったんだ。いい。あ、惜しい。オッケー。ドンマイボギー。どうですか？どうでした？重いからめっちゃ打ちやすかったね。これそっちも重いの？重いからそんなことない。こっちも重い。こっちも重い。こっちの方が。ちょっとやん。お、いいよ。ああ。オッケー。オッケー。すいません、ありがとうございます。私もセンスグリップスタビリティシャフトです。重くてさ、意外にいつもみたいな感じで打ったらすごい転がりましたね。怖っ、どうしよう。どっち、あのバンカーの旗まで多分届かないよね。すごい旗いっとくか。旗へ。左行っちゃったんですけど大丈夫かな。あ、出てきた。もっと下。くー。ナイス。おお。いいね。出てきたね。ナイス。ギレット。ドライバーを打ってみたいと思います。じゃあ私は R シャフトがいいかな。これ SR だ。これが R だね。はい、これが R です。これも R って書いてある。はい。じゃあ私は R。はい。じゃあ私 SR で。はい。打ってみましょう。はい。はい。確かにちっちゃめ。うん。キュンって返ってくる感じ。すごい、やっぱ小さく感じる。うん。構えた感じ全然ちゃうな。うん。おお。ちょっと左行っちゃったけど。え、飛んでない？いいんじゃない？え？捕まるんですよ。捕まる。すごい。なんかね、吸い付く感じがする。いいね、ここに。あ、ヘッドにね。うん。え。すごい飛んだ感じもするんだけど、当たった感じめっちゃ良さそうに見えたけど、うん、めっちゃちっちゃいヘッドが、ね、おおナイスショット。すごい、めっちゃ飛んでるんじゃない？めちゃくちゃ飛んでるけど、さっきより飛んだんだ。え、全然飛んでる。全然飛んでるよね。キャリーが違うもんもう。え、20ヤードぐらい飛んだんだ。飛んでると思う。お、めっちゃいいね。めっちゃいいよね。最後ちゃんとなんか押せてる感ない？そうそうそう、帰ってくる感じする。うん、これ欲しくなる。うん、これ今のなんでだ？ 10.5 でこれでしょ。シャフトもうまく作ってあります。ね、すごい。ですから皆さんに合わせればもっと球は飛ぶと思いますよ。だから打てやわかる。すごい。確かに。確かに。打ったら文句なしに分かった。すごー。めちゃめちゃ右。もう左向いたがいいですね。もっとこ、そうそうそう、うん、こっち方面に行ったらいいですね。左側の方がいいよ、うん、右側行けなかったっけな。こんぐらい行けなかった。いい、ナイス、うん、うまいじゃん。ナイス、うん、ナイスナイス、いいね。大丈夫かな。うん、7番ウッドで打てそうだね。バンカー方向。うん。返したらいけ。はい。しょうがねえ。ラッキー。しょうがねえ。しょうがねえ。うん。いや、飛んでるよ。スタビリティ。あ、シャフトは違う。20ヤードぐらいね。そう。私も20ヤードぐらい違ったよ。ディレット。ディレット20ヤードぐらい違いました。めっちゃいいね。めっちゃいい。なんか。買おうかな。え。あれのウッドとか欲しくない？あ、確かに。これ私は右に行く場合があるんですけど。何も考えずにまっすぐ打ちます。まあ転がってます。前に進んでるので OK です。ちょっとこのレベルの差がやばいですね。なんか私がゴルフ女子で、ゆいさんとじゅんさんはもう女性ゴルファーなんですよ。ゴルフ女子ではない。あ、言い訳中今。今言い訳中なんで、もうお二人ぐらいのレベルになるとゴルフ女子っていうにはもうダメなんですよ。女性ゴルファーなんで。なんかちょっとまだ後半になるまで打てなそう。6番アイアンです。137ヤード。何今の。この間すごい良かったのにな。あー、スライスしない。あー、またラフ。ダメでした。引っかかっちゃった。夏のゴルフはつらい。じゃあ本当暑い。本当暑い。じゃあ7番アイアンで打ってみます。はい。ビッグバック早く。そうそうそう。こんな感じ？そうそうそう。オールウェイともっと真ん中の方がいいよ。うん。オッケー。ファースト。いいね。うまい。ダフ。いやダフってないよ。嘘。うん。え、ダフってないよね今。もうめっちゃほじってませんでした。ナイス。打ってからもぐったよ。あ、本当？うん。よかった。ありがとうございます。今よかったんじゃない？35ヤード。はい。ああ、もうちょい行ってくれ。絶妙な距離を残す。4分です。なんかしちゃった？じゃあ今なんかね、ティーみたいなの打っちゃった。強め。強めの強め。はい。いいね。ナイス。お、入った。ナイス。センスグリップのおかげです。うまいこと宣伝した。奇跡起きた。ナイスですね。ありがとうございます。最後スラッとね。スタビリティシャフト転がる。おお、曲がらん。あ、ナイスパー。パターいいんじゃない？パターが。私もゆいちゃんの入ったから大きいな。白衣の天使ぐらいの感じで言うと、白衣の天使の回でさ、あ、そこが入ったら私も OK だよねって言ってやってんのよ、ずっと。そう。私もそれ採用されない？あ、もうこれはいいんじゃん。ちょっと引っ掛けちゃった。ちょっと重いかも。重い。うん。白衣の天使から来ましたよ、天罰。ちょっと重いかもしれない。軽くしたい。グニグニしちゃう子まだ。